皆さん、こんにちは。水おじさんです。昨日のね、アップルイベント、4月20日のアップルイベントで iPhone 12のなんとパープル新色が追加されました。これ、iPhone 12と iPhone 12 mini の方に追加されるということで、これね、誰も想定してなかったので、今日はね、ちょっとだけ、これ私パープル大好きなんで、短い、すんごい短い動画だと思うんですけども、iPhone 12のパープルをいろいろ確認していきたいと思います。発表の様子から、ウェブページの確認、AR での確認とかをやっていきたいと思いますので、よかったら、パープルに興味ある人、最後までご確認ください。はい。まずはね、冒頭、アップルイベントの冒頭で、ティムさんがね、なんか iPhone 12のことちょっと喋り始めたぞと。うん、なんだなんだと思って喋り始めて、まあまあ、いっぱい売れてるからね、スーパー自慢タイムかなと思ったら、なんかね、こう、紫色のなんかグルーっていうのが出てきて、なんかプシャーっていうね、紫色の何かがかけられて、お、なんだこれはとみんな思ってる時に、これ見た時にね、iPhone 12のケースかなと思ったんですよ。ここまで来た時にケースの新色の追加なんだろうなと思ってたら、この感じもね、まだケースな感じしますかね、ケースかなと思ったらだんだん見えてきて、こう iPhone 12の本体が見えてきて、本体の新色追加なのと思ったら、うん、パープルということで新色が追加ということがティムさんから伝えられましたね。これこんな感じ、2つね、これ iPhone 12と iPhone 12 mini ですね、この2台が追加されるということでした。これね、紫ちょっとかっこいいですよね。これ実際目で見た時の本体どうなるかっていうところも気になるところなんですけれども、このようにね、 mini と iPhone 12こんな感じですよと追加されました。でね、プレオーダーフライデーということで、今週の4月23日金曜日から21時から予約開始で、もう4月30日にはもう発売されるそうです。iPhone 12と12 mini は6色になるんですね。これから6色展開ですね。これ6色っていうことちょっと覚えててくださいね。6色あるんですね。6色あるんですけども、こっからね、ちょっとウェブページの確認をしてみました。ウェブページの確認をすると、iPhone 12パープル登場ということで、ちょっと変わってました。やっぱりね、今最新の色になるんで、トップページはパープルになっていました。で、その後見ていくと、一応値段をね、チェックしてみました。値段は当然 iPhone 12 mini も iPhone 12もパープルだろうがなんだろうが同じ値段です。値段は変わりません。安心してください。で、左にね、パープルが2つ並んでる。これちょっと新鮮な絵ですよね。で、これトップページの方もう一回見てみたら、iPhone 12と iPhone 12 mini 早い話早いですっていう、うまいんだかなんだかわかんないキャッチコピーがあるんですけど、ここちょっと見てください。真ん中。5色になってるんです。5色。1色リストラされてます。どれかわかりますか？はい。ブラックが抜けてます。ブラックがなぜかリストラされました。これね、この5個の並びをね、アップルさんはどうしても変えたくなかったのかなんかわかんないんですけど、ブラックがリストラされて5色になって中央にパープルが来てました。前はね、確かブルーが真ん中だったような気がしますね。はい。そしてね、AR でちょっと遊んでみました。AR、左側のグリーンの iPhone 12 mini は私の iPhone 12 mini、リアルな iPhone 12 mini。右は AR で出したパープルの iPhone 12 mini です。こんな感じでね、なかなか綺麗にね、AR もちゃんと同じサイズで出るんですけど、ちょっとこれね、iPhone か iPad で Apple のウェブページに行くとこういう AR で遊べます。で、この AR、正面からも撮ってみます。こんな感じです。紫、やっぱちょっといいですよね。これかっこいいな。で、違う角度から撮ってみました。うん、これね、いいなと思いますね。これ iPhone 12 mini で一応ね、同じ大きさでちょっと比較はしてますけども。そして背面の方も撮ってみました。背面からちょっとね、重ねる感じで撮ってみました。うん、AR で遊ぶのも結構楽しいですね。でね、最後にね、これ AR、オブジェクトの方で遊ぶと、こういう風に自由にね、回転させたりなんだりできるので、外観をチェックしてみました。当然ね、外観とは変わらなくて、色合いだけです。色合いだけなんですが、ちょっと上から見たりして、下からみたいにくるくるって回してみたり、ちょっと遊んでみました。やっぱりね、このアップルマークがね、光がちょっとくるーって入るとね、なんかかっこいいんですよね。やっぱりパープルね、惹かれるんですよね。私 iPhone 12はね、ブルー一回買ってるんですけど、ブルー実は売却していて、今12 mini と12 max しかないんですよ。ちょうどね、 iPhone 12がないのでiPhone 12のこのパープルいいんじゃないかなってちょっと思い始めているところです。まあまあ買うかどうかはちょっとわかんないんですけれども、ちょっと惹かれているよという話でした。はい、ということで iPhone 12のパープル追加の話は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。普段はね、 iPhone の裏技の紹介とか、いろんな便利技の紹介などもやってますので、よかったらチャンネル登録をして他の動画でもお会いいたしましょう。それでは皆さん、さようなら。